4月の統一地方選挙まで3ヶ月です。大阪府を都にして大阪都にするなど、橋本府知事らが提唱する都構想で自治体の在り方を地方から変えていこうという議論が起きています。その構想の中身はどんなものか、また大阪中京とともに東京までも巻き込んだ構想に広がるのか取材しました。大阪府を都にして大阪都、愛知県を都にして中京都、新聞やテレビのニュースなどに登場する機会が増えてきた都構想、東京都民はどう思っているのでしょうか。内容がちょっといまいちわからないんで。わかる？なんかちょっと違和感ありますよね。いいんじゃない？文献で。都構想は東京都のような特制度を導入して無駄を省いたより良い行政体を作ろうという構想で、大阪府の橋本知事らが提唱しています。橋本知事は大阪維新の会という地域政党を作り、大阪都の実現を目指し、4月の統一地方選で府議会、市議会の過半数獲得を狙っています。大阪市という枠を取っ払って人もの金を集めてくるような政策については、和大阪、一つの大阪としてまとめていこう、そして大阪都にしようと。大阪府は大阪市、堺市の2つの政令指定都市を抱えていて、府と市がそれぞれ独自に施策を展開しています。そのため同じような施策が並行して行われていたり、都市計画が府と市で2つあったりと、結果的に2つの大阪を生み出すことにつながっていました。この問題を解消しようと打ち出されたのが都構想で、主に2つの柱からなります。一つは広域行政を大阪府のエリアで一本化すること。そしてもう一つは住民サービスなどを行う基礎自治体として市を再編して特別区を設けるというものです。参考にするのは東京都の特制度、つまり広域自治体として府と市の機能を一本化した大阪都を作り、その下に基礎自治体として東京23区のような特別区を作るのです。この動きに同調するかのように、名古屋市の河村市長らも愛知県と名古屋市の機能を一本化する中京都構想を掲げています。そこでこの大阪、中京、そして東京の三大都市圏が連携して国を牽引していこうという三都構想が生まれました。背景にあるのはリニア中央新幹線の計画です。 JR 東海は2045年にリニアモーターカーで東京大阪間を67分で結ぶ計画を打ち出しています。67分で結ばれるってことになったらね、もう通勤圏内ですよ。関東、中部、関西がひっついた GDP にして350兆円、これもう世界で類を見ない、とてつもない巨大な経済都市が誕生するんです。この三都構想に石原知事は、都という紛らわしいね、キャピタルですからね、国に2つも3つも都があるわけないんでね、そんなものを故障するかに私はその限りで私は賛成できませんし、迷惑せんばな、ね、東京取ってみると、はい。橋本知事は4月の統一地方選で三都構想に理解のある都知事候補と連携したい考えを示しています。都は一つでいいんだ、紛らわしいって言うんだったら、じゃあそこはまた東京都は名前変えてもらうとかね、中京都大阪都と一緒になってやっぱり日本を引っ張っていかなきゃいけないんだっていうような都知事に当選していただきたいなというふうに思いますね。元東京都副知事で明治大学大学院教授の青山靖氏は、都構想の課題をこう指摘します。理念先行じゃなくて、きちっと広域自治体は何をやって、基礎自治体は何をやるのかということについて権限をですね、明確にしていくということが必要だと思います。この都構想、東京都への影響はあるのでしょうか。東京23区の制度っていうのは私は完璧ではなくて、例えば都市計画の権限なんか東京都に集中すべきだと思うし、一方で教員の任免権、人事権なんかを東京都が62区市町村分一括して握ってるわけですから、これはおかしい。今回大阪とか、名古屋で、制度をいじるということになればですね、東京だって手直しするべきところは手直ししようと、
いうことになれば、私はこの議論はメリットがあると思いますね。これ東京都民の皆さんにお伝えしたいのは、首都を大阪にし、首都をね、首都を大阪にしてほしいとか、そういうことではないですよ。首都は東京、これも当たり前です。東京都の力を持って、中京都大阪とも引っ張り上げながら、この3と合わさって日本を活性化させて、またそれが東京都に戻ってくるっていうようなね、そういうようなプラスのそのサイクルに持っていければなというのを思っているんですけどね。都構想が実現するまでには、府議会、市議会での議決を経て、国会での法律の制定も必要で、全国的な理解が求められます。都構想の取り組みは広がりを見せるのでしょうか。